はい、こんにちは、豆と申します。サイコロサイコグランドルート編実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで残すは1と5の出目ですね。私の実況的には1をね先にやったので見ていきましょう。1からドンと。このね、1のサイコちゃんね、いろいろ気になることがあったんですよね。メタロウスマホの中にね閉じ込めたりとか、なんかメタロウの心が読めたりとかね、不思議な出来事があったんですけど、それって何なんだろうね、分かったりするのかな。はい、僕が出した目は1だ。1だね。僕はあの女の子の可能性が知りたいんだ。孤独に浸り続け、故にたった一人の愛を満たした傷だらけの少女。あの子はどんな可能性を持っていたんでしょうね。はい、さあ目を閉じて幸せな世界へ。はい、でもさ、1ってさ、なんだろう、本編でも結構幸せなエンドだった記憶があるんですけど、はい、僕の名前はメタロウ。私立高敷学園に通っているごく普通の高校2年生。お、いつもの始まりだ。これといった特技もないし、成績が特別いいわけでもない。平凡すぎて没個性な人間の一人だ。最近のクラスメイトといえば、進路で悩んで焦っているやつがほとんどだ。僕らはまだ2年生。未来のことを考えるにはまだ気が早い気がするんだけどな。みんな勉強には真面目に取り組んでいるし、内心を気にして目立つことをするようなバカ者もいない。僕もそのうちの一人だけど、未来について考えたって意味がないことくらいは知っていた。どうせ考えたってわからないのだ。だから適当に生きている。今日も明日も、きっと数年後も。おはようございます。これサイコちゃんでいいのかな。通学路を歩いていると突然声をかけられる。あー、かわいい。傷はあるのかな、体中に。振り返るとそこには紫髪の少女が穏やかな表情を浮かべて立っていた。お元気そうで、お元気そうで何よりです、メタロウくん。おはよう、サイコ。ナナちゃんがいないから彼女の座にサイコちゃんがいらっしゃるのですね。今日も僕の彼女は可愛いな、世界で一番と。からかわないでくださいよ。もう、恥ずかしいじゃないですか。この子の名前はサイコ。僕の彼女だ。付き合い始めたのは割と最近の話。彼女が転校してきてしばらく経った後、向こうから告白されたのだ。もちろん僕には断る理由なんか一つもなく、彼女の告白を受け入れた。ナナちゃんという存在がいないからね。そうだよね、受け入れられるよね。ナナちゃんという存在がいたから、ちょっともうドロドロの愛憎劇が始まりましたが、というよりサイコとは出会った時から不思議と初対面じゃないような気がしていたのだ。だからすんなりと受け入れることができた。思えば僕もこの時すでにサイコへ好意を抱いていたということだろう。僕が OK した時のサイコの涙を流しながら喜ぶ姿が今でも忘れられない。今日はですね、メタロウくんの好物をお弁当に入れてきたんです。食べてくれますか。もちろん。というかサイコの作るものは何でも美味しいから、食べないわけがないよ。そうですか。そう言ってもらえると嬉しいです。サイコは本当に料理が上手だ。付き合ってからというもの、毎日昼休みに彼女の手作り弁当を一緒に食べている。なんて羨ましい。料理のみならず家事全般得意らしく、まさに理想の女の子って感じだ。毎日お昼を共にするだけじゃなくて、こうやって登下校するのもお決まりになっている。どこに住んでるんだろう。え、ベッドの下じゃないよね。はあ、本当にこんないい子が僕の彼女でいいのか。やっぱり僕にはもったいない気がするな。雪丸に取られちゃうぞ。あ、メタロウくん、今自分のことを卑下しましたよね。僕と比べると
自分はスリアイだとか思ってませんか？バレた。いや、やっぱ心の中読めるやん。もちろん僕に隠し事なんて無駄ですよ。僕はメタロウ君のことなら何でも分かっちゃうんです。そう、サイコの言う通り、彼女は僕の考えていることを鋭く当ててみせるのだ。まるで僕の心を読んでいるかのように。何もかも見透かされているような気分だけど、不思議とそれが嫌ではない。まったく、もういいですか、メタロウ君。僕はメタロウ君がいいんです。メタロウ君じゃなきゃダメなんです。やっと捕まえたんです。捕まえたんですちょっとナチュラルにちょっと気になっちゃった。やっと捕まえたんです。だから僕があなたを離しません。なので観念してください。にっこりと可愛く笑いながら恐ろしいことを言ってのける僕の彼女。こりゃもう逃げられないんだろうな。普通ならこう嫌がるとか拒否するとかそういう反応するんだろうけど、なんというか、サイコの幸せそうな顔を見るとそういう気になれない。不意にサイコが僕の腕に抱きついてきた。さあ早く行きましょう、メタロウ君。そんな甘いやりとり、当たり前になりつつある風景、僕は今日も幸せな日常を過ごすのだ。サイコと二人で、これからもずっとこの日常が続いていくのだろう。それはそれで幸せな話だ。はい、出た、雪丸ちゃん。うっす、メタロウ、サイコちゃんと。僕の彼女を取るんじゃねえぞと。教室に入ると僕の幼馴染である雪丸が話しかけてきた。今日も暑いね、お二人さんは。おはようございます、雪丸さん。ねえサイコちゃん、なんでメタロウなんかを選んだの？もっといい男いると思うんだけどな。隣に隣にって言いたそうだね。例えばほらこことかだよね。まあ確かにね、顔面はいいかもしれない、顔面はいいかも。やめとこう。無反応。これちょっと悲しいね、雪丸ちゃん。勝ったね、メタロウ。本当にあなたも懲りないですね。またきつく言わないとダメでしょうか。またって何？きつくって何を言ったの？できればこの人の前ではそんなことしたくないんですけど。冗談冗談だってば。スタンガンでも当てられたか？そうですか。じゃあもう二度とそんなこと言わないでくださいね。あなたがメタロウ君の友人じゃなかったら僕どうしてたかわかりませんから。はい。ここでもちょっとメーヘラ、いや、ヤンデレか、ヤンデレ感は健在なのですね。そう言って雪丸は僕の近くまで来ると僕に耳打ちする。なあメタロウ、お前本当にいつか刺されるんじゃないか？あの子やばいぜ。どう考えても悪いのはお前のせいだろ。サイコ、普段はああじゃないからな。つか人の彼女に手を出すな。いくら雪丸とはいえさすがに僕も怒るぞ。いやまあ俺も悪いっちゃ悪いけど、ったくカップル揃って冗談が通じないな。お前に限って言えば冗談にならないんだよそれが。と、さてそろそろサイコちゃんの視線が痛いので俺はずらかりますかね。また後でな。雪丸の言う通り、雪丸に対するサイコの視線がとんでもないことになっていた。あれは人を殺せるなと。笑顔で殺してきますから。雪丸が自分の席へと戻るとすぐにサイコが声をかけてきた。大丈夫ですか、メタロウ君。何か言われませんでした？別に、ちょっと話しただけだよ。心配しないで。それならいいんですけど。何かされたら言ってくださいね。僕、力になるので。うん、わかったよ。ありがとう、サイコ。
でも、サイコも何かあったら僕に頼っていいからね。何でも一人で抱え込まなくていいから。はい、そうします。僕がそう言うと、サイコは途端に顔を真っ赤にし、うつむいてしまった。ピュアな女子感ある、かわゆす。こんなサイコを見るのは僕だけでいいし、見れるのも多分僕だけなんだろうな。こんな彼女を独占できて幸せだ、そう思ったのだった。そして、いや、サイコちゃんがどこに住んでるのか気になるよ、私。放課後と、僕はサイコと二人でキロに着いた。サイコは僕と同じアパートに住んでおり、なんと部屋も隣同士だ。本当に隣同士なんですか、それは。最初は驚いたが、付き合い始めた今となってはこの上ない巡り合わせだろう。サイコと二人並んで歩く。学校から家までの短い距離だけど、僕らにとっては大切な時間の一つだ。今日も一日終わりましたね。メトロー君は今日はどうでしたか？どうもこうも、いつも通りの一日って感じかな。サイコがいて、雪丸がいて、何も変わらない、当たり前の一日だったよ。いつも通りですか？ええ、きっと、あなたがそう思うなら、これはそれでいい話なんですね。何も変わっていない、欠けていないと。いや、この一文気になるね。サイコちゃんはちょっとナナちゃんの存在を知ってますね、これはちょっと。いや、そんな予感がするよ。ならきっとそれでいいんですね。いきなり何の話だ、サイコ。気にしないでください、ただの独り言です。それよりほら、帰りましょう。今日も僕がご飯を作りに行きますので。ちょっとサイコちゃんのお家にお邪魔してもいいかな。ああ、そうだね。サイコの手料理、楽しみだな。腕によりをかけて作るので、楽しみにしててください。微笑むサイコの横顔をじっと見つめる。サイコ、僕の前でだけ、女の子になる。僕の彼女。もし、サイコが僕に好意を伝えてくれなかったら、今のこの状況はなかったんだよな。あ、どうしたんですか、メタロウくん。キョトンとした様子で、サイコが僕の顔を覗き込む。好きだよ、サイコ。もうね、好きより、もうさらに最上級、愛してる、結婚しよう、チュッチュってもう、はい、プロポしちゃうよ、と。ふえってかわゆす。ちょっとメタロウくん、いきなり言うのはずるいですよ。今朝とは比べ物にならないくらい顔を真っ赤にするサイコ、かわゆす。そんな彼女を見て、僕はより一層愛おしさが増す。思わず僕はサイコを抱きしめた。メタロウくん、好きだ、サイコ。今朝、サイコは僕を離さないって言ったけど、実際のところは僕も離れたくないのだろう。相手のことを話したくないと思っているのは、何も彼女だけじゃない。だから僕は彼女に言うのだ。自らの行為を、きちんと口にして。王道の、もうラブコメじゃないですか。ありがとうございます。こんな幸せな風景を。ショットガンとか出てこなくてよかったよ、本当に。僕が大好きな、これサイコちゃんしてんじゃん。僕が大好きな彼が、僕を抱きしめ、愛を囁いてくれる。滑舌が。その一言が、僕にとって、何よりも待ち望んでいたもので、乾いていた心に、潤いを与えてくれる。満たしてくれる。
愛されているという実感を持てる。本当に僕は幸せです。こんな風に最初から一緒にいられるなんて。ああ、イフ世界の記憶を持ちし者だよ、このサイコちゃんは。まるで夢みたい。もしかしたら本当に夢なのかも。でも、それでもいいや。だって、大事なのはそんなことなんかじゃなくて、今目の前にある光景だけだから。噛み締めてるよ、今の幸せを。たまらん。傷だらけだったムスカリは、いつの間にか傷が癒えてしまっていて、ただの独りよがりで、孤独で、たった一つの愛を求めていた私は、満たされてしまった途端、本当につまらない人間になってしまった。普通の存在に、ただの恋する乙女に。もし、これを見ている誰かがいたとすれば、その人は普通になってしまった私を見て、どう思うでしょうか。落胆、期待外れ、それとも、幸せそうでよかったねっていう、共感。もはや、私にはわからないけど、でも、もう、どうでもいいか。私たちを見ている誰かなんてきっと存在しないし、いたとしても私にはわからない。画面前の存在もご存知で。なんとなくそう思ったから、ただ考えただけ、それだけの話。ええ、私は幸せですよ。私のとって、私にとっての全てが私だけを見てくれているから。だから、これ以上の幸せなんて、どこにもない。だって。はい。僕も、あなたのことが、好きです。大好きです。愛しています。この世界で、誰よりも。あなたを独占できて、僕は世界で一番幸せです。傷だらけだったムスカリはもう愛されたムスカリになっているから。愛されたムスカリ、ああそうエンド、そうですね、イフエンド、愛されたムスカリですね。よかったね。前はね、ナナちゃんとの取り合いでしたからね。はい、ということで今回も幸せな風景を見せていただけて本当に幸せでした。でも本当、一のサイコちゃん、やっぱなんか能力持ちなのかな。だってさ、心読めたりさ、画面にね、スマホに閉じ込めたり、このゲームの画面外の私たちのことを気にしてたりしたし、気になる。これはちょっと設定資料に書いてあるのかな、皆さん購入ですよ、と。ということで、最後、第5の出目見ていきたいと思います。不幸体質のサイコちゃん。はい、不幸体質というか、悲劇のヒロイン症候群のサイコちゃんですね。僕が出した目は、5だ。5だね。ラストだね。僕はあの女の子の可能性が知りたいんだ。度重なる災いを身に受けながらも、それを喜びとしていた不幸の少女。あの子はどんな可能性を持っていたんでしょうね。さあ、目を閉じて。ラストでございます。はい。でもこのサイコちゃんは幸せの絶頂に達したらちょっと自殺しちゃうっていうちょっと私の中でトラウマがちょっと刻み込まれてるんですが、あれから、いつからのあれからだろう。あ、駆け落ち。じゃあちょっと大きくなったサイコちゃんだね。
僕とサイコが駆け落ちしてから数年が過ぎようとしていた。これちょっとプロポーズ後に電車に飛び込んだところじゃないですか。借金取りの追っ手から逃れ、決して裕福とは言えないが穏やかな毎日を送っている。今日は少しだけ遠出して花畑を見に行くことになった。サイコの大好きなピンク色の花が咲くところへ。僕は懐から小さなケースを取り出した。息を飲んだところですね。彼女の目の前に婚約指輪を差し出す。え、ちょっと誰か差し出して、私にも。もう僕の心の準備はできている。彼女は涙を流し、今までで一番嬉しそうな笑顔を見せた。私、昔ね、幸せになろうとしてないって言われたことがあるの。おかしいでしょ。でも半分合ってるんだ。私はね、不幸を選択する人生なの。きっと人って幸せになりたい、不幸から抜け出したいって本気で思ったらすぐにそうできるんだよ。でも私は自分でね、自分を不幸にしてしまうの。誰にも迷惑なんてかけちゃいけない。だからね、死んじゃいたいって。死にたいと思ってる人はね、本当は誰かに助けてほしいんだよね。死ぬ前に誰かに自分を見つけてほしいんだよ。見つけられた、だから死んだのね。だって死んじゃったらそれもできないの。本当に終わりなんだもん。いやー、ちょっとトラウマシーンが蘇るんですけど、まあでもこれはね、グランドルートなのでね、そんな悲しい出来事はないはず。駅のホームで二人きり、帰りの電車を待っている。電車遅いね、田舎だからかな。帰ったら晩ご飯にしよっか。ねえ、何食べたい？今日は春雨です。彼女とは随分とくだらない会話もするようになったな。冗談なんかも言い合えるようなほど打ち解けることができたのだ。今も不幸体質は相変わらずだが、命を落とすほどではない。メタロウくん、もし私が死にたいって言ったら一緒に死んでくれる？選択肢来ちゃう？来ちゃう。でも、ま、待ちますよ。このまま消えるんでしょ、知ってる。なんちゃって、嘘だよ。びっくりした？私もうね、あんなバカなこと言わないよ。だってメタロウくんが一緒にいてくれるから。今すっごく幸せなんだもん。で、ここで落ちたけど大丈夫だよね。暗くならないで、怖いから。グランドルートだよね。あ、嬉しいですね。サイコの手をつかむ。危ないよ、ホームに落ちちゃうよってな。メタロウくん、なんて。分かってたよ、サイコがそうするって。はい、分かってました。まあ見たからね。どうして分かったの？何もそんな素振りなんて見せてなかったと思うんだけど。知ってたからだよ、お前が嘘つきってことを。サイコの目が見開いた。僕の言葉が信じられないかのように。分かってた、気づいてたんだよ、サイコが自分の不幸が好きってことを。どれだけお前を見てきたと思ってる。じゃあどうして、どうして私を助けたの？気づいてたんだよね、分かってたんだよね。
私が嘘つきだってこと。ただかわいそうな自分が大好きで、だから周りからそう思われるように自分を演じてた私を知ってたんだよね。なのに、なんで私を助けたの？そんなの決まってるだろ。約束したじゃないか。お前を救うためなら命だって何だって張ってやる。お前が幸せになれるまで離れてやらないって。そんなのいらないよ。私はかわいそうな自分が好き、不幸な自分が好き、哀れみの視線が好き、情けの言葉が好き、心配してる声が好き。それが私にとっての幸せで、今あなたの目の前で死ねば私の幸せは完璧だったのに。ああもううるさいな。コツンと僕は最古の額にデコピンすると、うん、そのまま僕は最古の頭を思い切りくしゃくしゃと撫でる。お団子部屋が乱れるようで。メタロウくん？髪のお団子が崩れちゃう。さっきまで死のうとしてたやつが自分の髪型の心配するなんて変な話だな。あ、僕の言葉でサイコはハッとした表情を浮かべた。なあサイコ、お前がさ不幸な自分が好きだってのは分かってる。それがサイコ自身の幸せにつながるってのも僕には分からないけど、お前がそう思うんならそうなんだろ。だけどさ、お前はまだ自分で選んでないと思うんだよ。何を？不幸じゃない本当の意味での幸せを。やばい、私たちにとってはでも幸せだ。僕は最古の小柄な体を強く抱きしめた。メタロウ言ったよな、お前を救うためなら命だって何だって張ってやる。お前が幸せになるまで離れてやらないって。僕がお前を見つけてやる、助けてやる。もし最後が不幸を選択する道を歩きそうになったら手を引っ張ってでも連れ戻す。僕が教えるよ、最後が知らない別の幸せを。僕が最後を幸せにする。絶対に死なせないからな。何それ、そんなめちゃくちゃな。あれ、なんで私泣いて、あれあれおかしいな。嘘泣きなら得意なんだけど止められない。いや、泣きじゃくるサイコをあやすように僕は抱きしめる腕に力を込めた。そして僕は自分自身に誓ったんだ。たとえ豪華に焼かれようともお前と添い遂げるって。なあサイコ、僕さずっと思ってたんだよ。毎朝ずっと花壇に水やりをして、やがて咲くであろう花を心待ちにして笑うお前の姿を見るたびに、僕はその笑顔を君自身を守りたいって思ったんだ。ああ、ユエンド連れ戻された尺投げと、ああよかった。一番幸せの絶頂で、え、知ってるかい？サイコロの出目は表と裏を足すと常に7になるんだと。7になりますね。
何か。ナナちゃんだよ。何か忘れているような気がする。とても大切なこと。私たちは神様が決めた運命に抗ったらダメなの。そんな風にできているからと。僕は何か大切なことを忘れていないだろうか。だけどもし運命に逆らいたいのなら最大数を出さなきゃいけないと。大事なこと、大事な人。今まで起こったこと全部、出会った人全員覚えているだろうか。君が栄光を手に入れるためのおまじないと。これ全部さ、ナナと、ナナちゃんいないよね、グランドルートで。そう、気になってた。ナナが、いない。ナナがどこにもいないんだ。いつも、すぐ近くで僕のことを見守ってくれていた彼女が。それはとても無垢で、純粋な小学生の二人だった。